そう、結構こう、心情的には迷ったけどな、若干。でも、やっぱりやりたいことの方を、選んでよかったね。よかったです。そっちに行ってたら知らない世界が今ここにはあるので。そうやな。はい。ああ、そうか、そうか。なかなかやっぱりね、その領域の、なんていうのかな。化学とか生物とか、系の、理系の院生って、割と、その志望する業界、職種がもうほとんど点で被ってくるから、就職活動ってめちゃくちゃ苦労する人は苦労するじゃないですか。あなたも苦労した方じゃないですか。苦労した方やと思います。苦労した方じゃない。はい。でもみんなでもう入り口こんだけしかないのに、そこにうわーって行くからね。ほとんどは壁に当たるからね。でも、そのね、最終的にやっぱやり続けて、そこに入った。で、そこで5年目まで、まあ今楽しく働いている。そういう、こう、スタンスから、今ね、就職活動をしている子たちにね、アドバイスをちょっと最後してほしいんだけど、ダメです。ちょうど今24卒っていうのがね、夏の院からもうほんまに始まっていってるところなんで、まだみんな多分、こっから夏インターン終わってからほんまにだんだん就職活動だなって実感してくるかなっていう時。どんなこと言ってあげたいですか？ 私はめちゃめちゃ断られたので、いろんな会社に。めっちゃ断られ めちゃめちゃ断られたので、た。そのたびに、田辺さんもそうですけど、いろんな人に、いや、縁やから、落ち込む必要はないよって、周りの方はよく言ってくださったんですけど、本人からしたら、いや、ちゃうねん、しんどいんやと思ったら、もう無理に、もう、縁やからって、こう、無理くりポジティブに寄せなくても、どっかで発散すればいいんじゃないかなと私は思います。例えばどこかで発散するって。もう誰か友達に聞いてもらうとか、もう自分の好きな趣味に没頭するとか、一旦離れて、もう気持ちが健康になってないと思うんですよ、きっと。そうやな。私もそうやったんですけど。しんどいしんどいって、みんな、優しいから、愛のある言葉をたくさんかけてくれるんですけど、気持ちがしんどいと、その言葉も入ってこない時があったので、余計うざい時期もあるわな。なんかもう、なんでまだ分かってないのとか言われた時には、いや、お前とは違うんやと思ったりしたら、もう多分気持ちがしんどい、心が不健康な状態。だから、心を満たすようなこと、就活もやらないといけないけど、楽しいことを一回一日だけとか、挟んで映画を見るんやったら映画見るとか、美味しいもの食べるんやったらもう美味しいもの食べるとかも、忘れる日とかを忘れる時間を作って、心を健康にする時間をたまに持ってあげるといいんじゃないかなと、私は思いますね。当時の私にも でも言っなんてあげか、た当い。時もなんかさ、最後の方なんか、そんなん言うて、すごい発散しましたとかって言ってたよ言ってました。多分吹っ切れたんやと思います。ね。もうええわみたいな。そうやな。まあ、そういう、本当に、フェーズがね、これから先、就職活動する子たちに来るからね。やっぱこの領域ってやっぱりあれ、まあ、大学院に行く、もうみんな高校とかの時からもっとそういうことを教えた方が俺ええと思うねんけど、進む分野、例えば文系だ理系だっていうところから、まあ、理系の中でもその分野がね、偏りすぎてるのよね。業界、出口はやっぱり社会なわけで、その産業界で、必要な、その職種の数、募集数と、そこの領域学んでいる人の数が全然合ってないから、化学とか生物とかその辺ってめちゃくちゃダブつくのよね。
機械とか電気とかね、物理とか、そっち側と少ないけど、求めている、社会で求められている職種はそっちの方が多くて、そっちは少なくて、もう社会で求めている職種としては少ないのに、ここにめっちゃ学生いるのよね。だからまあ苦労するのが当たり前みたいな構造になってるから、今のアドバイスね、必ず響く時期が来ると思うので、みんな、あれやね、期待して、これちょっと、この動画ってチェックしといて、時期ごとに見返した方がいいかもしれないですね。誰かに響いたらいいなと思いそうます。やね。仕事の内容自体はね、やってることがすごく、関わっている人たちとそれぞれどんなことやってるのか、なんとなく全体像がね、よく分かったし、何よりもあなたがすごい楽しそうに、話しているんで、とっても、なんやろうね、いい機会になったんやと思うね、この動画ね。ありがとうございます。うん。なんか、俺もよかったわ、はやれて、すごい、こんな、やれているとは、本当によかったな、って感じやね。でも声かけてもらってびっくりしあたけど、ってなって。覚えててくれてたんですか、嬉しいって。覚えてまるたわ。それが来まうん。した。もう基本的には、俺が覚えてるのは泣いているところか、オーバーオール、すごい似合ってるオーバーオールが着てたところと、その二つのシーンが頭にパンパンって浮かぶ。はい。じゃあ、いい話が聞けましたね。今日は、あれですね。いわゆる、業界で言うと製薬ですけど、化粧品、業界の化粧品とか、製薬業界の薬とか、まあ、医薬部外品とか、そのいろんな、その辺のものを作っているメーカーさんの、製品を、実は OEM で作っていますよ、という、メーカーさんで開発職として働いている5年目の、方にお聞きしました。どうも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。